世界の地域ごとにおける逆依存人口比率人口ボーナスとは、総人口に占める生産年齢人口の割合が上昇し、労働力増加率が人口増加率よりも高くなり、人口に対する労働力が豊富な状態となることで、経済成長が促進されることを指す。対して、生産年齢人口の割合が下降して、経済成長を妨げることを人口をなすという。 ハーバード大学の人工学者、デイビッド・ブルームが21世紀初頭、人工ボーナス期とオーナス期が経済に与える影響が大きいことを特定し、広く認知されるようになった。日本は1960年代の高度成長期に人工ボーナス期を迎え、豊富な労働力が経済発展に寄与した。人工ボーナス期の詳細な定義については、以下の3つの考え方がある。このうち、 定義2の期間が最も人口ボーナスが活発化する期間である。なお、従属人口とは、若年人口と老齢人口の総数のことである。生産年齢人口が継続して増え、従属人口比率の低下が続く期間、従属人口比率が低下し、かつ、生産年齢人口が従属人口の2倍以上いる。 期間生産年齢人口が従属人口の2倍以上いる期間、OECD 各国の老人1人当たり生産年齢人口。農大大は2012年時点、薄大大は2050年の予想を2012年の国連の各国人口の注意推計の将来、予測資料をもとに2015年に 日本貿易振興機構が調べた主要国と地域ごとの人口ボーナス期についてを記載し、一部の国については、後年の実際の状況を追記する。ありがとうございます。